あなんだろう、印象残ったことですか。うーん。でもやっぱ初めてあの、戦国 MC バトルに出させてもらった時に、もう完全、あの、なんだろう、YouTube とか、DVD とかで見てた人たちしかいなかったんで、なんか天開一武道会に迷い込んだウーブみたいな気持ちでいたんですけど、で、やっぱペコさん、 が、ペコさんって人が最初1回戦の相手だったんですけど、前日にちょうどペコさんとシンペータさんの動画見てて、で、正社員さんもペコさんが優勝候補みたいなのを前に言ってた時に、あ終わったなって思ったんですけど、なんか逆にそこで負けてもいいから、ちょっと爪痕だけ残そうって思って、ペコさんとこう、対峙した時に、なんか、すごい、初めてなんかこう吸い込まれていく、 ようななイメージになっちゃってでなんか気づいたらなんかすごいノリノリでできてたっていうのがあって多分なんかすごい人ってその相手に対してもなんかこう引き出させてくれる何かがあるんだなってその時に思ったですね。